さて呪いをかけていきましょう。オロチの呪いだと。ここだと微妙？これで倒せるか。余裕ですね。余裕ではないけど、あ、これで 100% 大丈夫だね。 100% いけるっていう。レベル上がるかどうかはちょっとわからんすけれども、まあでも30は上がってほしいよね。いや、謝らなくていいよオロチちゃん。ナイスマックス来ましたよと。まあオロチ優しそうだからな、結局な、呪いっつっててな。でこれで足がこいつに攻撃できんの？これできんの？できねえじゃん。まあ魔導サクラはそんなことしたくないと。やっぱ魔法使いとかで再造お前いけるだろ。いけねえんかい。え、誰ができんだよ、じゃあ。え、これもうないってこと？え、お、え、おになっちゃってる。どうやって使うのこれ。超楽しそうなんだけど。こんな楽しそうなのさ。こんな楽しそうなのを放っておくわけねえだろうと。どうしたもんだかと。まあまあまあ、マクベスさんをちょっとまあなんとかしないといけませんよと。マクベスはサイズあれか、じゃカムイじゃない、火の花で倒しましょう。オポロも一応言っとく。砲台をどうすんのよと。ちょっとは見ていい？ちょっと時間あるから時間あるからそういうとこや。砲台もう一回見よう。魔法使い、魔法か。あ、そうか、弓とかが他にあるってことか。なるほどね。魔法使いいないですよね。白夜に魔法があるのかっていう疑惑が、やばい疑惑がありますよと。そういうことですね。オロチもさ、お、使えるんかいお前使える、魔法じゃねえのに。ちょっとやってみます。大丈夫だよね、ここ大丈夫ね。ちょっとやってみよう。ブン、ノーダメージだと。調子こいてんじゃねえと。さすがにお前これうちが用意したもんだぞと。そんなんで聞くわけねえだろうと。ちょっとまあ調子に乗りましたね。でちなみに、あ、全然余裕ですね。逆酒場はちょっとあれだけど、あ、でも逆酒場で必殺が減るんだ。逆に逆酒場で必殺が減ると。それはなかなか面白いですね。ちょいと、じゃあどんどん夏祭りしていって、あれ、なんだったらさくらあと2回で上がるな。 HP 減ってるやつはおらんかの。あ、オロチが減ってってますよと。オロチのクラスチェンジまずいきましょう。違う、まずサクラで回復してあげますと。いや、でも HP も上がるんだろうね。最大 HP 上がったら多分上がると思います。あれ、マスター持ってきてねえんかい。輸送隊あった、危ねえ。輸送隊、お、あった、よかった。交換でどうしようか。結局もう、あー、強い必殺回避これ使ってないんだよね、あんまりね。まあまあすぐなくなるからいいけど、使うと。 OK よと。呪い師と、何これ、何、笹ババアみたいな感じ。陰陽師、白夜の兵種、多彩な呪術と学問を極めたもの。
術とお祓い、あ、杖ですね、両方の知識に精通していると。お、槍も使えると。奇抜な、うーん、どっちがいいんだろうな。回復、そうね、まあ槍、まあどっちでもいっちゃいいんだよ。ああ、だからあとはステータスだな。力がめちゃめちゃ上がると。あ、でもどっちかって言ったらこっちだよな、魔力上がるから。あ、守備がでも逆に上がるのはいいな。あ、 HP がこっちだな、これな、読み方わかんねえ。ササラっていうの、槍には、槍はあんま期待しないけれども、HP、 守備が上がるのが大きい。おお、いいじゃない、いいね。新しい装束はわらわに似合うかの。似合ってる似合ってる、かわいいかわいいと。よし、いいぞと。これでちょっと打たれ強くなったもんね。あ、 HP 回復してないぞと。上限上がったら上がない、これで桜が上がるな。よし、 OK、 いいじゃない。ちょっとおぼろを言ってあげて、桜が、ん、なんだ、輸送、桜じゃない、カムイが輸送隊で受け取って、何、交換しておけばいいの、桜と、まあ、傷薬とでも交換しておきましょうかと。 OKOK、 マークベスさん、目の前で、目の前でめちゃめちゃやられてるっていう。むちゃくちゃよこれ本当に。え、何してんのと。あんた何してんのと。クラスチェンジ、すげえ悩んで選んだね、あなたと。で、なんだったら強くなっていくメキメキ。よかったです、あ、もう強くなってよかったですと。よし、これ次のターン待ちだと。これ使うと。ちょ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 い、ミコって、え、下級職、え、じゃあチェンジプルフってこと。あ、そうなん、へえ、はあ、パラレルプルフ、これこれじゃん。そしたらじゃあこれ使うと、使うと。はい、別何になりましょうかと。天魔武者、おわー、え、でもこれちょっと待って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 、杖使えなくなる、杖使えなくなるよこれ。いやー、多い、レベル20にした意味、え、うっそ、今使えなかったよね。輸送隊いけない、輸送隊いけない。あれ、ちょ、まあまあいいわいいわ、そうか、え、使えなかったよね。レベル10以上の下級兵種じゃないの、ミコって。これでさすがにカムイは使えると。ちょっといい、まあまあちょっと、あ、でも、ちょっと待って、まあまあ、ちょちょちょ、もう一回もう一回、マクベス、え、お前何してんの、お前何してんのと。いや、マジで俺もちょっと困っちゃう。あ、使えるじゃん。あれ、俺な、何、物交換にしたわけ、あれ、なんで使えなかったんだろう。あれ、今日わかんねえ。まあいいや、使おう。はい、使いますと。で、あー、陰陽師か、戦士巫女、戦巫女だと。弓か、魔法かですか。まあでも陰陽師だろうな、さすがに。守備、いや、守備はもう結構高いのよ、逆に桜は。守備とかは HP は、なんだったら力もそこそこあると。だ、陰陽師でいいですね。いきましょう。意外に守備力高い桜。お、さすが王族ってとこなのか。白夜なのに陰陽師と。
テレレリン、これいいね。オッケー。で、魔力上がったから強い。どんな格好でも頑張ってみせます。いや、嫌なんかい、ちょっと嫌なんかいと。オッケー。で、火の火でいきましょう。いや、本当に大丈夫か問題よこれ。そうね、2% あるやつはダメなんだよね。これが一番いいんだけども、食らったら死ぬと。守りか酒場、まあ守りですね。これでいきましょう。浅間がちょっと遠いから次のターン行こうか。うん、次のターン行きましょうね。待たせたなマクベス。よし、行きましょう。ガロン王様、見ていてください。必ずや私がこやつらを一匹残らず。いや、状況を見て物言えと。ゴー、かわす。いいよいいよ。オッケー、ナイス。終了。これサポート、そうか、アタックとかではないんだね。めっちゃもう疲れてるマクベスさん。マクベスさんごめん、ごめんマクベスさん。で、絶対レベル上がるやつ。よし、終了だと。 100% でいきましょう。俺も行くよ、ゴーと。なんてことだ。いや、でもこれぐらいじゃマクベスさん行かないでしょう。このような失態を何とお詫びすればよいか。大丈夫、よーし、よし、この調子でもっと高みを目指すぞ。いいね、志高い日の花。トゥルルン、下がってんじゃねえよ。風花と龍馬、よーし、いいよ。勝負ありました。うん、めっちゃ目の前で鍛えてたからな。鍛えたっつうかな。一つ聞きたいことがあります。私たちがここにいることをあなたに教えたのは誰です？言いなさい、さもないと。仲間が疑わしくてしょうがないですかな。自分は暗夜を裏切っておいて、誰かが自分を裏切るのは許せないと思いか。これは痛いね、痛いとこ疲れるね。なんと浅ましい浅間ですよ浅間。こういうものからはさっさと逃げてしまうに限る。お、ワープか。消えた、絵じゃねえよ。逃がしてんじゃねえよと。そちらは幻影です。爪が甘いですな、カムイ王女。かわいそうなあなたに一つ教えて差し上げましょう。コウモリはすでにあなた方の中にいる。何ですって。いや、そりゃそこまで、そこまで驚かないよカムイさん。せいぜい疑いなさいカムイ王女よ。あなた方の馬鹿げた信頼が崩れる瞬間をこの目で見る時が楽しみですよ。逃げられましたかマクベス。いや、でもね、逆に裏切られたって分かった瞬間、なんかちょっと面白いっつうかさ、ってなるからね。それはあるね。だ、全ての可能性があるからね。うん、会社とかでもさ、辞める時あるじゃん、急に辞めるみたいなさ。この人辞めないって思ってたのに辞めるんかいみたいなね。そっちですかみたいなね。まあ別にそれは別にいい、まあ裏切るとかじゃないかもわかんないけどさ、そういう時あるからね。うん、フローラさん、よかった、気がついたんですね。マクベスは大丈夫です。マクベスは追い返しました。そうですか、よかった。それにしてもマクベスの言うことは本当なんでしょうか。私たちの中にコウモリが。なんだよカムイ姉さん、あんな奴の言うこと信じるの。いえ、そういうわけではありませんが、
なんだか気になってしまって。らしくないな、姉さん。いつも人の言うことはバカみたいに信じるくせに。ですが、たくみ大丈夫か、たくさん。なんだこれ、体が重い。たくみさん、たくちゃん、なんだったらたくちゃん怪しいよな。怪しいよなっつうかさ、ヒーローズでなんか取り憑かれてるタクちゃんいるし、なんだったらカムイもおかしくなってるしっていうね、すごい熱が。このままでは危険です。薬を取ってまいりますね。私も行きます。薬草の名前まだお伝えしてませんでしたから。なんだったらコウモリはカムイとタクちゃんどっちかだよこれ。大丈夫っけ。まあでも一応ね、一応助けないとね。穏やかになってきましたね、たくみさん。よかったよかった、はい、これはこれでよかったと。ありがとうございます、さくらさん。私も一安心です。はい、フローラさんも助かりました。メイドとかさ、バトラーのね、立ち位置がよくわからない、未だに。あなたがいてくれなかったら薬草を手に入れることはできませんでしたよ。いや、そんな。さくら様が薬草の名前を教えてくださったおかげですよ。ところでカムイ様、これからどうなさるのですか。マクベスに見つかってしまった以上、王都への道は閉ざされたも同然ですが。はい、もう真っ向勝負で行こうと。うん、真っ向勝負から来るとは思ってねえから行くっていうね、あのエフラム風調で行きましょうよと。進むしかありませんと。もう突っ込むんだと。え、私たちの氷の部族の村に来ませんか。そのパターン、どっかによるパターン、それあんま良くないんだよな。あんまり良くないよそのパターン。まだアンヤの支配を強く受けていない部族の村なら、これから支配受けるんだわ。一時的にあなた方をかくまうことができるんですよと。できますよと。一時的なんだわと。どうせすぐ襲われるんすよそこは。迷惑ではありませんか。いくら部族の村といえども、白夜王国の一行をかくまうなんて、ガロン王に知られたら何をされるか。大丈夫ですよ、氷の部族はこう見えて強いんですから。アンヤ兵が来たってみんなの霊気でやっつけてやります。頼もしいですね。いや、もう突っ込んだ方がいいって。アンヤもう直線的に、うん、故郷にお連れするのが夢だったんですね。姉さんもそう言っていましたよね。私たち二人の夢だったんですよね。フェリシア、フローラとフェリシア、どっちかが料理まずいやつっていうね。そうだったわね。わかりました。確かそんな感じよね。迷惑をかけることになりますけど、お願いできますか。迂回するんかい。よし、たくみさんが動けるようになったら氷の部族の村に向かいましょう。龍馬の意見聞かんのかい。龍馬、カムイ姉さん気をつけて。どうした。見えるものだけが全てじゃないんだ。ああ、見えないものね。見えるんだけど見えないもの、それ大事ね。あれを倒さなければ戦いは終わらない。本当の平和は決して、何言ってんだと。何言ってんだタクちゃん、さっさと寝ろと。寝たと。ああよろしい。今のは一体なんだか不思議な寝言でしたね。はい、そうですね。いやでもさ、熱出たりするとさ、いろいろ考えちゃうよね。それこそそのワクチンでさ、俺はまあ一応表面的には熱出たっつうか、まあ休んだ、ちょっと体調不良ってことになってるけど、実際はまあまあまあって感じでしたけれども、多分皆さん熱出て寝込んだと思うんですよね。そう、寝込んだ時とかなんかいろいろ考えちゃうよね。時間ができたっていうか、あり余っちゃうから。でしかも自分の体調がまあ悪いわけだしね。本当にそれこそ風邪ひいちゃったとかさ、いろいろ考えちゃうよな。まあでもその時は何にも考えないで寝るのが一番でね。ちょっと楽観的に考えちゃうんですけど、時間あるからね、考えちゃうんだよなっていうのをちょっと今思ったね。見えるものだけが全てじゃないですか。そう、寝てる時カーテンしか見えないんだよね。カーテンの色何回見ても変わんないっていう、うん、そう、見えないものが大事だと。
おい、終了だと。まあでも結構来てますですわよ。わ、昼になってる。おかしいんだよこれ。同じ日に撮ってんだよ。今夕方だわこれ。ちょっと前の動画でさ、11時半とか14時とか言っててさ、その日の今18時ぐらいよ今。ああ、サイズ王像 OK。 なんか建物レベルアップできねえんすか。お、レベルアップあるよほら。資料館とかはいいんだわ。お、くじ引き場。あ、くじ引き場レベルアップできると。武器屋はレベルアップしないと。ちょ、レベルアップしましょう。くじ引ける？引けないっしょ。お、あ、引けるか。落とし物だと。お、大豆ナイス。くじ引ける？いらっしゃいませ。引けるわ。白くじしかねえじゃねえか。変わってねえわ。さあ、何が出ますかと。何が出るかな。何が、うわ、外れだわ。うん、これなんだっけ。あ、野菜も、そう、外れでも野菜もらえる。ティッシュより全然いいっていうね。オッケー。あとはなんか野菜食わせる。まあ食わせる。まあ別にここいいんだけどね、やんなくてもね。いや、これ食わせる。シャクシャク、音がいいのよ、音が。わ、めっちゃいい音。気持ちいい音。ここまで見てくださってありがとうございます。進めませんので。あ、小判いただきましたね。進めませんので、ストーリーは全然次別の動画とか言っていただいて全然大丈夫です。武器とかも変わってないと思うんですよね。そうよね。これ、あ、まあまあまあいいっすわね。暗殺、まああったもんな。オッケーオッケー、大丈夫。じゃあまあ春近しということで。あ、でもアップされてる時はもう春なのかなこれは。まあこの桜と一緒にお別れしましょう。また次回ね、次の戦場へっていうところから進みたいと思います。鉄シー、あ、ちょ待て、ちょ待てよと。最後ここまで見てくれた。進みましたわね。これ使いましょうよ、持ち物。マスタープルフですよ。火の花使いましょうよ。お、青天魔武者。いや、青天魔武者でしょう。杖が使えると。弓、いやー、どっちだろうね。空の戦いに極めて優れる。うん、仲間の援護も行う。魔防守備。全体的には青天魔武者の方が強いねこれ。速さも上がるし力も上がるし。でもそれでも弓がそれほど強いってことなのかな。まあ青天魔武者でいきましょう。 OK です。いや、でも弓使うユニットもいたよな、火の花。だからそれはそっちの方から来てんだろうね。よし、いいでしょう。強そう強そう。はいはい、強そう強そう。適当に言うと怒られるっていうね。殴られるっていうね。そしたれば、お、春祭。夏祭使えない。春祭しか使えないと。せっかくなんで、取ると。で、逆に、浅間はもう、夏祭。いやーでもそうか。そうなってくると結局最初から杖2人いらなかったみたいな、そうなっちゃうのかな。まあ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 、そこはまあいいとしましょう。はい、では次回、戦場ですね。次回の戦場でお会いしましょう。テッシーでした。失礼します。